工場内の設備機器の状態を24時間データ監視、異常を即お知らせする予兆保全装置トラブルレーサー2プラス。工場内の機械設備が急に止まったら生産活動がストップしてしまいます。中でも高所や熱所、暗所、強所に設置された機械は日常点検を怠ってしまいがちです。そんな問題を解決し、機械の状態を常に監視し、異常をいち早く知らせてくれるトラブルレーサー2プラスをご紹介します。トラブルレーサー2プラスは高所や熱所など点検しづらい場所でも簡単に機械の状態を数値化して見える化することができます。機械の状態を1秒に1回通信監視しています。センサー測定値が識位値を超えないのが通常状態です。センサー測定値が識位値を超えたら呼気への信号が送られ、ランプが点灯し異常を伝えます。異常の詳細は親機のミルテンで確認し、機械のどこに異常があるのかを確認できます。チャンネル1の振動センサーが識位値の上限を超えたことをお知らせしています。モニタリングソフトの監視画面です。 PC では離れた場所でも100台の呼気を同時に監視することもできます。蓄積データのグラフ化が可能ですので傾向変化が常時つかめます。呼気はアナログセンサー6チャンネルプラス温度センサー2チャンネルの8チャンネルの取り付けが可能。現場環境や監視内容によって自由にセンサーの組み合わせが可能です。トラブルレーサー2プラスは身近な機械を監視することが可能です。トラブルレーサー2プラスは機械の状態を24時間監視します。